どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はラノ・クヒーの祠をクリアしていきたいと思います。この祠の場所なんですけど、まあ、全体マップ上でいうところのここら辺です。まあ、だいたいヘブラの塔の西側、ヘブラ湖の、まあ、東の端ぐらいですね。で、行き方なんですけど、この湖の中に入って、通常は、ちょっと見えますかね、あそこら辺に光ってるのありますよね。あそこは祠なんで、湖の中から入ってこう行くんですけど、ちょっと寒いんでダメージ食らっちゃうと。その可能性が高いので、登ってこう、壁伝いに行きたいと思います。なんていうんですかね、頑張りゲージが多くないとちょっとこの方法は使えないんですけど、まあ、一応私幸運にも2周分ありますんで、この方向で、この方法ですね、この方法でいきたいと思っています。はい、すいません、早送りにしていると思います。はい、見えてたかな、見えてください、ほらほら、おっと落ちた落ちた、やべえやべえ、ちょっと落ちただけであんだけあれですね、ダメージ食らうんですね、まずいぞ、いけるかな、ちょっと上に上がって、あとはパラセールっていうような、そんな方針でいきます。よし、いけるか、ここら辺から飛んで、オッケー。はい、ラノクヒーの祠ですね。お、なんだこれ、なんかいる。あ、よかった、コログの実を見つけましたね。タナボタ。では行きます。調べる。ラノ・クヒーの祝福、ラノ・クヒーの祠、いきます。まあ、中は宝箱だけですね。はい、金ルピー、つまり300ルピーが入っています。はい、で、宝箱、すみません噛んじゃった、宝箱マークもつきましたんで、コンプリートという形になります。で、いきます。はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで、祠をクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートしたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。